まず月、月ですね。まず仕事であればつなぎの職業が、人生観であれば何をして地上に生まれてきたかです。地球上に生まれてきたか、私はじゃあ人生観であれば2ハウスですから、私は商売をしに生まれてきたんですね。稼ぐために生まれてきた。そして仕事が好きだ、そういった感じです。本当仕事は大好きです。ただ月のイメージなので時々ね、ムラがあります。そしてこの2つの星座が、初級の方の職業意識を参考にしてみてください。そこに書かれていることが、つなぎの職業だったりします。でそれをまあお客様に言ってあげてください。はい、次いきますよ。次が太陽ですね。ここからここに行くためには向上心が必要です。なのでやってやるぞ、ね、もっと上に上がりたいという思う気持ちがなければこっちには上がれませんし、まずもう大体パッと見て、この前言っていた結婚しなければ上に上がれない7ハウス以上のものが私は多すぎます。なので結婚しないとこっから上上がれません。パートナーを見つけなければ上がれませんので、私の人生もしね、すっごいブサイクに生まれてしまったらこういうことになりますね。2ハウスだけ稼ぐだけの人生となりますよね。はい、そういうことになりたくなかったので私は結婚しましたね。結婚しました。7ハウスがありますからね、いずれ結婚しないといけなくなりますよね。はい、なのでとりあえずもう大体を掴んでしまうっていうのもいいと思いますね。この中に2ハウス以外でね、こっから下のハウスがないんです。私1個しかないんでね。なのでこっから上に上がるには相当な努力が必要ですよね。太陽の位置はここ、目的や向上心、ここは真ん中の軸はですね、人生的なので私こうなりたいっていう主軸です。はい、まあ、ハンドルと言いますけれども、向かう方向を決めるもの。私は目標が9ハウスなんです。さあ9ハウスは何だったでしょうか。宗教、海外、高い理想とか、あと専門分野ですよね。あとは先生の先生だったりします。なのでこの9ハウスを目指しています。まあ、確かに私研究を選びましたよね。はい、研究対象の天秤座ですから、目的は研究であると。と9ハウスの解釈ですが、形のないものなので、あれがやりたかった、これがやりたかったっていうものの目的じゃなくって、それを研究するという大きい括りだったということです。例えばスポーツじゃなく、ね、占いでもなく、学問でもない、研究が好きだったということなんです。なのでちょっと解釈がすごくでかくなるんですけれども、でも当たってます。はい、でここの天秤座が目的ですので、何のことなのかです。何を研究するのかがこの天秤座の、まあ、職業意識でもいいですし、私の場合は9ハウスですね。ここの中でも大丈夫です。まあ、関係ないことがないです。ほぼ全部当てはまってるのですごく合ってると思います。ただ人生的な目標ですので、まあ、自分が認められるためにとか、そのための研究だったりとか、まあ、私の場合は学校が芸術関係だったので、ここら辺とか、あと10年間も接客業をやってたので、まあ、こことかにも入りますよね。で、あとは結婚が目的っていうのも合ってますよね。私結婚しないと上に上がれなかったので全部当たってるんですね。多様にあったということです。はい、なので9ハウスはすごく難しい読み方になるんですが、難しく考えずに形のないものですごくいっぱいっていう考えでいいと思います。水星いきますよ。あなたが生まれ持った技術を表します。ここです。はい、まさしくまた9ハウスです。研究ですよね。9ハウスは
広い視野とか宗教ですよね、で専門分野ですよね、はい、その技があるということですので、でその技のカテゴリーですよね、サソリ座ここです。でこの中から選ぶことになりますので、全部というのも当てはまるんですが、研究員ですよね。で、まあ、私の場合心理学が当てはまると思いますので、でここが私の場合心理学、はい、ここの軸がね、私の場合は心理になっちゃうということですよね。わかりますか？ね。研究のそのカテゴリーの中では私は心理学を専攻したということです。それはなぜかというと、私生まれながらに人の心が読めちゃったんですね。まあ、それは心理学的なものなのかエスパー的なものなのかわからないんですが、気持ちが分かっちゃったんですね。で、それは生まれ持った技だということなんです。これを活かせばいいんです。はい。もうそういう運命だったんですね。すごく合ってると思います。はい。で、お金になる縦軸なので、これを活かすとお金になるということです。金星いきますよ。精神的に落ち着くことや自分の感受性を高める作用をすること。金星は、ここのハウスですよね。10ハウスのいて座なんです。で、精神的に安定するということはどういうことかというと、達成できて、ああやったわーみたいな感じなんです。もう満たされる感じです。ここの縦軸がないとずーっと不満足で終わるわけなんですね。ここだけおろそかにしちゃうっていうことは、ずーっと不満を抱えながら、なんかこうサラリーマンやってて俺は本当にいいのかとかずっと考えちゃう感じなんです。なのでこっちも大事だし、こっちも大事、こっちの軸もこっちの軸もすごく大事なんです。そしてこの人生観も大事なんです。こうすごくうまくバランスが取れた上で前に進んでいけるということになってますので、この10ハウスというのは何だったでしょうか。はい、まあ、達成とか、まあ、自営業だったりとかですね、社会的地位だったりしますよね。はい、社会的地位を得ることが精神的安定な私ということになります。そしてカテゴリー、ここですね、いて座さん、こちらです。はい、いて座さん、学術関係、法律、貿易、翻訳。私ね、法律ほど頭が良くなかったので、翻訳、まあ、今外国語をやってますし、海外にも行きたいと思ってますし、出版やってます今、はい、で、スポーツやってます。なのでそういったことです。はい、ここは、はい、出版、この中では私は出版でしたね。はい、あと今スポーツやってます。はい、こんな感じで軸が決まりましたね。はい、私は30代には、ね、こういった考えですよ。時々稼いで、研究して、心理学と出版とスポーツをしながら30代が終えると。だいたいこんな感じです。お金になりそうなハウスっていうのは、ここと、ここですよね。2ハウスと10ハウス。ただ、これもお金になる縦軸の基盤になってますので、心理学をやることで、まあ、結果お金になるよっていうことをあらかじめ予見しています。ここが精神的安定になるわけですから、私は社会的地位を見つけないとすごくイライラしちゃうってことですよね。満たされなくなっちゃう。出版関係で私は達成できると。で、今年出版できましたので、今がここの達成の時期なんじゃないかなと思っています。確かに精神的に安定しましたし、その資料の方もとても盛況で、ここの不安定な部分の稼ぎを稼がなくても、まあ、いいようになってますよね。はい、まあ、そんな感じです。で、今は、この心理学の準備をしているところなので、まあ、ここもスタートする感じになってます。順番的にはここに行って、で、ここに行って、ここに行って、ここに行った感じです。では、次行ってみますよ。土星です。はい。
皆さんこのカルマでね、皆さん来るんですよ。人生上一番苦手なこと、辛抱しなければいけないこと、乗り越えることという言葉で読んでみてくださいと書いてあります。私の場合は8ハウスですね。8ハウス何だったか覚えてますか？受けること、受け取ること、譲り受けるもの、遺伝子、あと借金の継承などもありますし、弟子ということもありますし、受けるということなのでね、私は本当に受けることが苦手なんですが、受け身なんですね。はい。で、すごく相手からあまりにもこう言われてしまうと流されてしまうので、そこだと思います。すごくね、昔から苦手だったんです。ただ皆さん考えてみてください。ここ30代までですよね、これから起こるんです。私の場合今30だいたい半ばなので、こう聞いてこう来る時にここにたどり着くまでにはもうちょっとかかりますよね。あと1年ぐらいしたらここがやってくるかなっていう感じなんです。で、まあ、借金を背負うっていう読み方でも別にいいんですが、これは私はすごく自由人なので、束縛みたいなものを受けるんじゃないかなという予測を自分でしています。なぜかというと、ここですね。ここの範囲、見てわかりますか？ 7、8、9なんです。この3個の中に、お金になることってありますかね？ないんです。相手でしょ？受けるでしょ？研究なんですよね。この3個の中に2も10もないし、6もないですよね。まあもともと6はないんですけど。で、そうすると、7、8、9のうちに私仕事してないんですよね、この40代。まあ、どうやって生活しているのかということなんですが、ここです。相手に食べさせてもらうんです。ただ相手に食べさせてもらって自分が仕事しなければいいっていう状況になるまでにはどうしたらいいのか、今の状況では多分ダメだと思うんですね。はい、私今稼いでますからね。それが稼がなくてもいいようになっちゃうっていうことですから、まあ、相当相手が頑張ってくれないとダメですよね。でもそういう状況になるということなんです。で、私が40代になった頃には私の子供がだいたい高校生ぐらいになると、で、一番お金がかかる時期に働かなくてもいいようになるなんて、まあ、考えられませんよね。ただ私は多分この心理学やら、出版やらをやめないっていうのは確実に分かってることなんで、ここに書かれていることなのでやり続けるとは思うんですね。ただここは先ほど言ったつなぎの職業である、時々である、あとはお金がなくなったらここを使うんですけども、それが例えばここだけで食べていけるようになるのか、ここのさっきの心理学をやればお金になるよ、ね、ここまで達成できるよということが、書かれているので、こういうことですよね。こことここを利用してそのまま継続しているからこそ、私はこの40代は与えられながら仕事を自分でそれほどしなくても生活できるという図柄になります。火星、こちらですね。火星です。自分を鍛えるための事柄、体力的安定のためにこの火星のハウスが必要となります。はい、私は自分が楽するためには相手に働いてもらえってことです。7ハウスね、ここ体力的安定ですからね、そういうことです。で、自分を鍛えるには相手、どういうことかというと、相手と一緒にいることで自分が鍛えられるということです。はい。そしてこの獅子座というのは、相手のカテゴリー、そしては自分も関わるカテゴリーです。獅子座、ここですね。まあ、相手が今結婚相手がやってることなので全部当てはまってます。もうここら辺、まあ、ギャンブルは違いますけどね、芸能ね、ここら辺全部関わってます。私じゃなく相手が関わっていて、私もまあお手伝いしてることもあります。すごく当たってると思います。まあ、そのままその事業が大きくなって私が関わらないといけなくなっちゃうのかなっていうのはちょっと予想できてます。ここ木星ですよね。はい、木星広がり、
増えることと発展することで後に精神的に安定することをこの木星のハウスが教えてくれています。はい、また研究ですよね。で、ここと同じなんです。わかりますか？はい、このカテゴリーと同じことなので、そのままこれを目的じゃなくって自分がさらに、広がりを見せるということですよ。広がりを見せる木星ですから。で、専門分野が必要。そうするとこっちに行けると。この時代の運にも乗れるということですね。はい、次行きますよ。時代の運の説明ですね。時代の運とは、40代までの人生の図は普通に生きていれば難なくたどり着くことができますが、この時代の運に関わる海王星、天王星、冥王星にはその時の時代が左右します。時代の進歩、科学の進歩、国の法の問題、国の情勢が考えられます。例えば、発明家が電気を発明したのが戦国時代であれば、周りから理解が得られず、処刑される。ね、お前は魔法を使ってるんじゃないかとか、気持ち悪いなお前って言われて処刑されてしまうということですよね。それは時代が合ってないからなんですね。で、日本で同性結婚も認められないのであれば、同性愛の方が冥王星や海王星、天王星に7ハウスがあっても結婚できないのです。ということなんですね。まあ、ですからこの人生の図は図ができたからといっても必ずしも最後まで全うできるものではないということが明らかになっていますと。難しいですよね。はい、海王星、自分が年を取って精神的に安定する事柄を表しています。ここですね、海王星。私は11ハウスですので集団です。私最近分かったことなんですけれども、なかなか女性の集団でうまくいかなかった思い出があるんですが、ただ最近は集団の方が自分がうまくいくんじゃないかと思えてきましたので、なんかこうやっぱり時代とともに自分も進化して、あ、こうすればうまくいくのかなということが見えてきたわけですね。なのでちょっと精神的には安定しています。昔とはちょっと感覚が違いますね。この集団というものは私はあんまり頭になかったんですね。それは一匹狼だったからなんですね。一人でいるのがすごく楽だったし、集団で群れるのも嫌いだったんですが、最近になってそういう一人身の人でも、一匹狼の人でも集団化できる集団というものがあるんだというのが最近分かってきたということです。で、そのカテゴリーは先ほど言った出版スポーツである。で、この中では多分スポーツが当てはまると思うんですね、集団なのでね。天王星ですね。将来自分が年を取って体力が衰えてきても収入が入る仕組みや、体力的に寝たきりにならないようにする事柄を表します。はい、自営業やっとけということですね。ただここの自営業と違うんですね。出版スポーツじゃない。何かなというのは、ここで準備していたことが時代で認められるようになるということを表してますので、最終的にお金になるんです。だ、それまでお金になるまで時間はかかりますよということなんですが、その間はここの部分で補うということになりますよね。ただここも、このぐらいからもう私始めちゃおうと思ってるので、初めはそんなにお客さんが入らなくても最終的にはできるよという安心感がありますので、私は信じて頑張ってます。最終的な目的地の冥王星、ここです。私は商売人として生まれて、最終的には、専門分野や研究に明け暮れるというところを目指している。本当に目指してます。あとね、海外という意味もありますので、海外で暮らしたいとか海外に行ってみたいという憧れとか、まあ、そういったことも表します。死ぬロケーションも表しますと書いてあるんですが、どういうことかというと、例えば私が死ぬのは海外ですということになります。9ハウスですから。で、ここは例えば4ハウスだったら家で死んでしまう。ロケーションを表していますよね。ここのカテゴリーの最終目的地なので、私ブレてないんですよね。ね、素晴らしいでしょ、これ。ブレてない。主軸がブレない。ここだけちょっとさまよってますけど。まあ大体の人生を把握するというのはこちらで、大体把握してあげてください。ハウスの意味と、星座のカテゴリー、
そして自分がその中でチョイスしてこれかなというものを軸にしていく。そして同じものであれば大体それが花が咲くよとかね、同じ軸ですよと、まあ、入れ替わってる人もいらっしゃるとは思うんですけれども、途中で精神的安定に変わるっていうのもあると思うんですね。で、私がこの人生の図で何を言いたいのかというと、結婚で悩んでる方とか結婚がうまくいかない方っていうのは7ハウスがなかったりとか7ハウスが土星に入ってるとかいろいろ問題があるわけですね。で、そういった時にはそれを乗り越えるためにこの両サイドを活用してくださいと言っています。今これとこれをやりたいんですが同時で仕事してもいいものかって悩んで来られた方がいらっしゃるんですが、人はこっちとね、こっちとこれ3つやんないといけないんですよね。人生の目的が1つ、ね、精神的安定が1つ、ね、お金になる縦軸が1つ。ただこれが全部お金の可能性も高いんですね。で、10、12、これは一応お金になりますが、これが例えば11、11、11の方とかもいらっしゃるので、8、8、8、8とかの方もいらっしゃるんですね。で、そういった場合、私どうやって生活していくんだろうって不安になっちゃいますよね。そういった場合は、8ハウスというものとかは、まあ受け身だから誰かに食べさせてもらってるわけですね。そして7ハウス、誰かに稼いできてもらってるわけですね。で、9ハウス、形のないものですから、自分が、まあ、研究し続けるものとか、海外で生活する、あるいは結婚する、ね、外人と結婚という意味もありますですよね。はい、海外との縁がすごく私は強いので、まあ、日本にいながらでも外人さんにすごく声かけられたりしますね。すごく苦労する人生っていうのは、8ハウスの土星なのにそれを自分で否定してしまう人生っていうのが一番危ないですね。そうにはなりたくないっていう風にして自分の意思で違う風に変えちゃった時が一番不幸に陥ります。決まってるって言われるけど俺の人生そうじゃなかったって思われる方はいらっしゃると思うんですが、そういった場合は必ず自分で変えちゃってます。例えばここにね、5ハウスがないと思いません？私恋愛よりも結婚も先になっちゃうんです。いつも恋愛の場合結婚を前提にとなってしまいます。でもそれを私はじゃあめんどくさいから恋愛だけでいいやと結婚を弾いていたら、きっと私の人生は泥沼の人生だったと思います。そのお付き合いする方に殴られちゃったりとか、まあ、そういった人生になったと思うので、自分の人生を把握してそれの通りになんとなく生きていけばうまくいくよというのがこの人生の図の本当の使い方だと思ってください。大体を把握して受け入れること、それが重要なんですね。では、今日はここまでにします。ありがとうございました。